デーバラーヤ2世は、南インドのビジャヤナガル王国、サンガマーサの君主、プラウダデーバラーヤとも呼ばれる。デーバラーヤ2世時代のビジャヤナガル王国の半と15世紀、前半、祖父デーバラーヤ1世の知性、バフマニー朝が、フィールーズ、シャーバフマニーの元兄弟となり、南インドのビジャヤナガル王国を圧迫した。1422年、東仏下3世と、 息子デーバ・ラーヤ二世が即位すると、軍政改革を推し進め、ビジャヤ・ナガル王国の軍隊にムスリムを加えて、ヒンドゥー教徒の兵や将校に休日を教えさせた。ペルシア出身の歴史家フィリシタによると、デーバ・ラーヤ二世は、8万の騎兵、20万の不評、休日に優れた6万人のヒンドゥー兵を集めたという。これは、バフマニー軍が丈夫な馬を持ち、 優れた旧兵の大部隊を持っていることに習ったもので、またその対抗策であった。この軍政改革により軍は強化され、ビジャヤナガル王国は逆に攻勢を強め、バフマニー城のトグルバルガ付近まで進出した。そのため、1425年から1426年にかけて、バフマニー城の王アフマドシャー一世はその首都を、グルバルガからビーダルへと、戦としなければならなかった。 しかし、1443年のライチュール地方への遠征で、バフマニー朝と3回の激戦を戦ったが、両国境に大きな戦果を収められず、国境線はそのまま維持された。デーバラーや二世はムスリムに、先の軍政改革で、東洋や国内で、モスクの建設を許し、ムスリム王朝であるバフマニー朝とは和睦して、婚姻関係や功能で平和を保った。 ビジャヤナガル王国はヒンドゥー教徒とイスラーム教徒が共存できる宗教寛容な国となり王は称号としてヒンドゥーの王にしてスルターンを名乗った。さらにデーバラーや2世は西アジアとの対外交易も積極的に行いイランなどからは施設も訪れている。ペルシア人旅行家アブドゥル・ラッザークの残した当時の記録によるととしている。 少々誇張があるが、この地を訪れた旅行家たちが一致して述べているのは、ビジャヤ・ナガル王国の国内は、都市でも、農村でも人口が密集していたということである。1446年、デイバラーヤ2世が死亡し、息子のデイバラーヤ3世が王位を継承すると、ビジャヤ・ナガル王国の優勢は終わりを告げ、デカンのバンフマニー朝とオリッサのガジャパティアサがその領土に、侵攻を開始した。 ありがとうございます。